い、ね、看護はいつもね、毎回毎回蒸し返すの。謝罪のレベルとかそういうことを決めるには他国と比較するしかないでしょ。橋本さんね、まだね韓国人のことよく分かってない。妥協するか戦争するかどっちかな。うまくいかなかったじゃないですか。いやだからそのアジア